栗林良治。現在広島の守護神として圧倒的な成績を残し、新人王最有力候補と目されている栗林良治投手。しかし先日、元阪神藤川球児氏が自身の YouTube チャンネルでゲストの佐々木一博氏と共に栗林投手の今後について心配していると警鐘を鳴らしたんです。そこで一つの疑問が生じました。なぜレジェンド2人は栗林投手を心配しているのか。というわけで今回の動画はレジェンド2人が栗林投手を心配している理由について解説したいと思います。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。栗林良治。栗林投手はトヨタ自動車から20年ドラフト1位で広島に入団。1年目からいきなり守護神を任せられると、開幕から22試合連続無失点を記録。新人投手による開幕からの連続無失点試合数の日本記録を更新。そして夏に行われた東京オリンピックでは侍ジャパンの守護神として全試合に登板し、金メダル獲得に大きく貢献、胴上げ投手となりました。その後も守護神として好投を続け、10月20日現在51試合登板、35セーブ、防御率 0.72 をマーク。許した失点はわずか4と、まさに日本を代表する守護神となっているんです。しかし先日、藤川球児氏の YouTube チャンネルでアップされたこちらの動画で、ゲストの大魔神佐々木一博氏と口を揃えて栗林投手のことを心配しているとして、今後のキャリアに警鐘を鳴らしているんです。心配の理由。球児氏と佐々木氏が栗林投手のことを心配していると話したくだりを3つのポイントにまとめました。1、プロの体ができていない。2、投げすぎている。3、すでに異変が起きている。順に説明します。1、プロの体ができていない。佐々木氏は栗林投手についてこう語っています。結局プロの体じゃないんですよ。まだアマチュアは大会が決まってて、プロはここにドンってあるから。確かに佐々木氏の言う通り、社会人とプロ野球では試合数が全然違います。栗林投手が社会人時代に所属していたトヨタ自動車の対外試合数はわずか26、プロ野球の143に比べ圧倒的に少ないです。今プロ野球で抑えを任されている投手は、プロとしてのキャリアを重ね、143試合を戦い抜くための体力、自分なりの調整方法を確立しています。しかし佐々木氏はそのプロとしての土台がない1年目から抑えをやるのは負担が大きいという意味で、このような発言をしたのではないかと推測されます。まだ栗林投手がプロの体になっていないのか、念のため BMI も調べてみました。ご存知の方も多いと思いますが、 BMI は身長に対して体重がどれくらいあるかを示す指標です。しかし同じ体重でも脂肪か筋肉かで体の質が大きく変わります。なので本来なら身長に対して女脂肪体重を示す FFMI を調べるべきなのですが、プロ野球選手は身長と体重しか公表していないので、今回は BMI を使います。栗林投手は身長178センチに対して体重83キロ、 BMI は 26.2 でした。主な抑え投手と比較してみて、 BMI だけ見ると体の大きさは他の抑え投手と比べて遜色ない数値となっています。ただ他の投手と比べて筋肉量が違う可能性はあります。ちなみに栗林投手は大学3年時に体が大きくなったみたいです。2、投げすぎている。さらに佐々木氏は栗林投手についてこう語っています。オリンピックあったじゃないですか。オリンピックであんなに背負わされたというか、彼が適任だったんだろうけど、あの機会に休めばだいぶ楽だったと思う。あれでずっと投げて最後までって心配ではあります。そこで栗林投手が本当に投げすぎているのかを調べるため、ネット上で見つけた中継ぎ酷使指標 RAP を使用し、栗林投手の酷使具合を数値化したいと思います。RAP は1球につき1ポイント。ただし2連投なら2倍、3連投ならポイントは3倍と、連投の数だけ倍になります。その合計が1000なら注意、1200で警戒、1400危険、1700で非常に危険となります。ただルーキーを含む1軍経験の少ない若手投手はさらに1ランク厳しくされています。では見ていきましょう。栗林投手は10月20日時点でシーズン106球を投げ、最大連投は4、 RAP は1098となりました。栗林投手はルーキーですので、現時点でのレベルは警戒となります。シーズン中盤までチームが低迷し、栗林投手が登板する場面が少なかったこともありますが、意外にも広島首脳陣は無理な起用をさせていませんでした。何でもチーム方針によって最大2日連続の登板までに制限してきたみたいです。しかし栗林投手は東京オリンピックでも全試合に登板する5連投89球を投げています。そこで公式戦とオリンピックを合算すると、なんと RAP は1346となり、最悪レベルである非常に危険に迫る数字となってしまっているんです。そのためか最近の試合ではコントロールを乱し、救援完了までの球数が増え、16日の巨人戦では左肩を気にする様子が心配されました。また1イニングあたり何人の走者を出したかを示す WHIP も前半は 0.93 だったのに対して後半は 1.06 と悪化しています。
ただそれでも素晴らしい数字です。佐々木氏の言う通り、オリンピックで休暇が取れればだいぶ変わっていたと思いますが、栗林投手がいなければ侍ジャパンは金メダルを取れていなかったかもしれません。今後の栗林投手のキャリア次第で賛否が分かれると思います。3. すでに異変が起きている。レジェンド2人は栗林投手の肩がすでに上がらなくなっており、それをカバーするような投げ方をしていると指摘しています。球児氏は栗林投手のフォークを投げる時のフォームについて、自分たちだったら入った状態でフォークを投げるんですけど、もともとワンステップぐらい開きながら投げる感じがあるので、これが上がらなかったら絶対抜けるんですよ。抜けるしかからなくなる。それを無理やり上げて持ってきてるんですけど、それがピッチングフォーム的メカニック的には過去自分が見てきた中ではだんだん削れていくと言われていくようなと語り、これに対して佐々木氏は、疲れじゃない、年取るとだんだん可動域が落ちてくるから肩が落ちてくる、今の時点で落ちてきてるんでもう早いよと語りました。そこで栗林投手の春先と現在のフォームを比較してみます。左が春先、右が現在、どちらもフォークボールを投げて三振を奪うシーンです。まずテイクバックの時に春先に比べ肘が早く始動しており、左足が着地してトップに入った時に肘が下がっていて、そこから肩を大きく上げてリリースしています。確かに球児氏、佐々木氏の指摘通り、春先に比べて柔軟性がなくなっていて、どこか硬さを感じます。新人守護神のキャリア、新人で30セーブ以上を上げたのはプロ野球史上3人しかいません。栗林投手、 DeNA 山崎康明投手、そして現中日与田剛監督です。与田監督はルーキーイヤーの90年に50試合に登板、 88.1 イニングを投げ31セーブをマーク。この年最優秀救援投手、新人王に輝きました。しかしこの時の登板肩により常に体は悲鳴を上げており、翌年以降は度重なる故障に悩まされ、2000年に現役引退しました。山崎康明投手はルーキーイヤーの15年にいきなり37セーブを上げ新人王に。その後も DeNA の絶対的守護神として毎年60試合前後登板し170セーブをマーク。しかしプロ入り5年目となる2019年頃から毎年高い空振り率を叩き出していた。ツーシームで空振りが奪えなくなっており、2020年には不振で守護神剥奪。今年に入り成績は良化したものの、往年のピッチングを取り戻すまでには至っていません。球児氏はルーキーイヤーで抑えをすることについて、佐々木さんも先発少し、自分も先発してるし、岩瀬さんは中継ぎからだし、高津さんも先発してるんですよね。ルーキーイヤーから抑えでいった選手で山崎康明投手、実際に170セーブ上げてるんやけど何年目かなと考えた時にと語っている通り、プロ野球歴代通算セーブ数日本人トップ10を見てみると、1年目から抑えを任されたのは山崎投手のみ。その他の投手は全員が先発、中継ぎからキャリアをスタートさせており、10年以上の現役生活を送っています。まずは先発、中継ぎでプロとしての体作りと経験を育み、ある程度の実績を積んでから抑えを任されるのが理想かもしれません。今後、現ヤクルト高津監督が現役時代メジャーリーグに渡った2004年に出版した著書ナンバー2の男で、日本球界ではリリーフエースの寿命は3年という定説がある。勝利の可能性のある限り登板することが求められるこの役割は、肉体と精神を消耗させる、どれほどタフなピッチャーであっても低迷することがあると書き綴った通り、現在 NPB の中継ぎ投手の実動期間はすごく短いことが問題となっています。中継ぎ投手を酷使から守るために RAP の注意レベルに当たる1000ポイントを超えないように登板を調整することが大事で、登板数はできれば40まで。栗林投手のようにウィップが高水準の投手は50がラインかなと、今回各投手の RAP を調べてみて感じました。また今後は中継ぎローテ、オープナー、ショートスターターなどの起用法が定着するかもしれませんし、今では想像もつかない全く新しい起用法が生まれるかもしれません。できるだけ多くの中継ぎ投手が長く現役生活を送れる仕組みが生まれることを願っています。というわけで今回動画は以上となります。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。新たにサブチャンネル、ツイッターも開設しましたので、概要欄からフォローお待ちしております。ありがとうございました。